菅健太。お、上のパターン。お、シャ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 。あら、頭悪そうな猿のように思っちゃった。頭悪いから。ゆるくなってくるとここまでしかいかない。音ならへん。音ならへん。カカカカカカというわけで、まあ、企画話さないのはもう慣れましたよ。身一つで来るっていうの、うん、っていうパターンもあるじゃない。俺はなんかもう究極は、うん、このままもう一回あのワンコそばのところ行きます、うん、やらされるパターンか、コンビニで大食い、ウーバーイーツだ。ユーチューブ見てるなということで、はい、今回ですね、特別編なんですよ。スペシャル、スペシャル。どういうこと、どういうこと、ちょっと待って。スペシャル、スペシャル、スペシャルなんですけど、あることが隠されたままやりたいと思います。うわ、ゲームか、またなんか。え、あることが隠されたっても言っちゃっていい？いい。え、じゃあしりとりとかそういうことじゃないってこと？いやいや、それは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 そはいいって言うまでダメ。いいって言うまで。ちゃんと本番に閉じておいてくださいよ。うん、絶対に。うわ、なんか出してるな。え、リンゴジュース？もう一回。だってやらしてもらってないんだっつうの。いくよ。せーの。いいの？はい。菅さん、お誕生日、おめでとう！うわぁ！おっそ。あれ、ちょっと待って。ありがとう！おめでとう！おめでとう！さて、本当の企画は改めて説明します。今回の企画は、ありがとうを5回言ったプレゼント即没収です。これからスタッフがありがとうを言わせるために、菅さんにいろいろなトラップを仕掛けていきます。さて、菅さんはこの企画にいち早く気づくことはできるのか？という予定だったんですけれども。文字？はい。はい、菅さんにはね、うん、1企画しかやらないっていうことを伝えたと思うんですけど、はい、このために急遽呼び出してしまいまして申し訳ございません。はい、ありがとうございます。おー、すごいいっぱいついててありがとうございます。イエーイ。あ、これなんか、うわ、かわいいですね、これ。あ、つけるってことですか。ちょうどいい色で、あ、すごい、よかった。今日合いますね、これが。いや、嬉しいの。いや、それはもう皆さんもね、忙しい でしょうから集まっていただいて、はいはい、ありがとうございます。本当に嬉しいです。ありがとうございます。どういたします。ありがとうございます。いや、サプライズ、こういうサプライズは初めてだな。なんか嬉しいですか。いい方向のな、サプライズっていうのはそうです、嬉しいですね。嬉しいですか。やっぱりなんか、いつもありがとうございます。本当、今年初めてですよ、祝っていただいたの。そのいろんな人の中で、はい、こすがチャンネルが今年一番最初に祝っていただきました。一番になると僕たちは。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。何ですか、もう。あ、これ終わったんですか。なんか落ち着いて。いやいやいや、おめでとうございます。ありがとうございます。これね、色もたくさん何ですか。いやいや、何もないです。で、僕らも、はい、菅さんがツイッター、はい、ツイッターで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 、はい、おめでとう誕生日だよっていうことを言ってたんで、はい、あ、はい、この企画映えたかもと思った。あ、もう全然、あ、これ感づいてんだと。あ、それでね、違う違う、なんか企画をね、やるのかなと思って、はい、そのこういうことじゃなくてさ、うん、なんかそれこそ大食いとかさ、はい、ね、1万円企画みたいなとかやるかなと思って、ちょっと一応予告しといた方がいいかなと思って、はい、たらまさかやってくれるとはね。いや、ちょっとやってみました。ありがとう。こちらこそ。ありがとう。そんなに言って、そんなにも言ってもらえるとはなんか嬉しい。いや、嬉しいよ、こちらこそ。いやいやいや、こうはもう本当にこの際だから、やっぱもうありがとう。本当ですか。いつもありがとう。いや、本当すいません、こっちのカメラにも一応ありがとう。いつもありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、せっかくなんで今日はですね、はい、まだ3人から、はい、菅さんにプレゼントを。ぜひ、日頃お世話になってますからね。ほんとかい、はい、いいんですか。はい、ありがとう。嬉しいな。なんか
感動しちゃうね、なんか。頑張ろうね、はい、と俺バンバン行くから、はい、バンバン行きましょう、ね、んで、そ、いや、いいんだよ、いいんだけど、いや、ちょっとすいません、なんか3人とも携帯をなんか見ながらいや、たまたま仕事のメールで結構バババってきちゃって、ね、それはそうで、忙しくなる、すいません、申し訳ないからね、まあ、ええ、そんな、そんな、やめよう、今日はそういう、はい、小言はやめようよ、俺も、うん、めでたい日だからさ、そうですよ、そうそう、今日はもうみんなに感謝、伝えていくよ、ありがとう、イエーイサンキューサンキューよっしゃい、ありがとうございますでは次までピンポン、はい、あ、別々で、おお、おめでとうございます、ありがとう、いただきました、なに、なに、ゼンマイアヒル、どうですか、対象年齢3歳以上って、はい、まあまあ、ありがとうございます、嬉しいですよ、もらえるんだけどね、やっぱ嬉しい、これいや、なんかお風呂とか暇かな、あ、うん、なるほど、はい、ありがとうございます、これもなんか、あ、これ普通のカメですか、こういうのは、これ撮って渡してもらってちょっとごめんなさい、ですけどね、ありがとうございます、はい、あ、これ杉村さんピーターのこれで、これですね、はい、これいや、それでこれでいいんです、これでいいんですね、以上ってことですね、それをやっとさせていただきます、ありがとうございます、ありがとうございます、いただきます、ゼンマイアヒルをいただきました、ありがとうございます、これをじゃあお貸していただきます、ありがとうございます、もうさ、もういいんじゃない、もういいか、もう行くとこまで行ってますよ、はい、え、なになに、じゃあもう当ててくださいよ、多分開始2分ぐらいぐらいでもう爆速でいく、はい、終わりました、わかった、はい、ありがとうって言うかどうかだ、今回の企画は誕生日プレゼント、ありがとう5回言ったら即没収いやいやいやで、それどんだけ俺がその感謝しない人間だと思ってるじゃあ、じゃあ、ありがとうってさ、そこまで言わないと思った、あ、ありがとうってね、 ありがとうって1回だけだと思ったら、なるほどね、確かに、それを英語でも言ってましたからね、サンキューって言ってたえ、あ、終わりエンディングですよ、マジで大丈夫な、とりあえず1回切りますよ、あ、ほんと、というわけで、今日のスカイチャンネルここまで、伝説を作ろうぜ、ありがとう、はい、はい、ちょっともっといけたなぁ、いや、ありがとうございました、いや、はい普通に渡しましょう、ちょ、これ、はい、え、あるんですか、本当に、これ、え、本当に、本当、本当、あ、なんだから本当に募集じゃなかった、あ、嬉しい、あ、こっからはいや、冗談の時にもうないから、うん、普通に渡す、おぉ嬉しい、映るんです、え、本当に嬉しい、よっしゃ、よし、思い出、うわ、ありがとうございます、で、これあの 27×4 なんで100やつめちゃくちゃ取れるよ、煩悩の数です、うわー、おしゃれ、特に良いやつ、ちょっと待って、これ、社長のメッセージ読んでいいですか、おめでとう、スガチャンネル楽しく見ています、字は違うけど同じ画数ということで菅首相ぐらい目立っていこう、いや、嬉しいですね、そうです、ありがとうございます、あ、え、なに、あ、すごい、あ、え、あ、ありがとうございます、おーちゃんから、じゃあちょっと開けてもいいですか、はい、あ、これも嬉しいね、あ、僕メーカーズマーク大好きなんで、ちょうどね切らしたんですよ、おー、タイミングすごい、ウイスキーを、嬉しい、いただきました、おーちゃんからかかってくないですよ、爆弾ごめん、自分で、おー、すごっ、自分で包んだから、ごめん、え、包んだの、自分で、自分で包んだ、ごめん、だから爆弾っぽくなった、え、何、みりんでございます、みりん本みりん、はい、あ、めっちゃでも、使うんだよね料理で、これ、普通にストレートで飲んでも美味しい甘いみりんなので、アルコール、あ、40度あるんで、気をつけてください、ちょびっとというわけで、めでたく私、菅賢太26歳になりまして、まあ、もちろんね、皆
皆さんのおかげでもありますし、このすがチャンネルを見てくれてる日頃応援してくださってる皆様のおかげでもあると思っております。今後とも末永くすがチャンネル、そしてすが健太をよろしくお願いします。というわけで今日のすがチャンネルここまで、面白かったなと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。コメントも待ってます。伝説を作ろうぜ、ありがとう。あじダメって言ったじゃん。